皆さん、こんにちは。アリナフレンドチャンネルのアリナです。本日は、たわきのコント、中国人モノマネの動画を見てみたいと思います。面白いかどうか、楽しいかどうか、一緒に確認しましょう。動画見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、パトリオンしてくれて、YouTube スポンサーやスープセンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速ですが、見に行きましょう。爆買い中国人。爆買い中国人。いやー、たくさんの中国の方がこれをとりますけども、ちょっとインタビューしてみたいと思います。大変そうです。すごいですね、この荷物。すごい、これは大変ですよ。いやちょっと手伝いましょうか。すみさん、なんて言ってるんですか、彼は。あ、彼はね、私は中華料理するときはすごい強火で、いきなりこう強い火を出して、でそれから弱火でお客様に味見をさせてます。すみさん、そんな話は聞いてないんです。彼の料理に対する姿勢は聞いてないんですよ。中国では、はい、あまりこのニュースが報道されてないという噂があるんですが、実際はどうなんでしょうか。在中国是不是没有什么报道这件事情？你们觉得怎么样呢？碰到卫生咁大个，即系方便便，呢个卫生咁大个，啲冇嘢自己整大个，呢个方便便，呢个卫生咁大个，呢哦方便便，方便便。大丈夫です。報道されなくても心は信じてるから、だから方便便が何が思ってるのが全部信じてます。だから報道はしなくても大丈夫です。对面啊，不打嘞！大姐，我姐这么大个，这么大姐这么大个，这我这么大个，这就这么大个。哎，哪条这样弄？我不打。啊，短い。もっと中国人モノマネの動画見たい。あ、二分だけ？超短い。私はもっと続きを見てみたいです。すごく面白かった。でも、皆さんご存知ますでしょうか？長いバージョンの日本、中国人モノマネの動画があれば、ぜひぜひ、コメントにシェアしてください。ああ、それは、素晴らしい。でも、全然、それは中国語ではなかったでしょ？でも、すごくモノマネはすごいと思います。はい。このようなモノマネの動画ご存じますでしょうか？ぜひ好きな動画があればコメントに書いてください。でもその、翻訳するときに神奈川県さんたちが笑ってたんですよね。それも好きな習慣です。彼女は何言ってるんですか？全然その意味じゃなかった。なんか無意味な話をしたのに。でも、それ、すごいと思います。ああ、好きです。皆さん、いつもご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画がよろしければ、ぜひチャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いします。では、これぐらいもご自愛のほどお祈りいたします。次の動画で必ずお会いしましょう。バイバイ、元気でね。